RD-171 の模型 RD-170 とは、ケロシンと液体酸素を推進剤として使用するに、液水神系の2段燃焼サイクルの液体燃料、ロケットエンジンである。世界で最も強力なマルチノズル、マルチ燃焼室式のロケットエンジンで、NPON5 マシュによって、設計、生産されている。4台のエンジンが束ねられているように見えるが、 実際には1台のターボポンプに4つの燃焼室とノズルが付いており、これで1ユニットである。元はエネルギアの打ち上げ用に開発された。ケロシンと液体酸素を推進剤とする。4燃焼室と燃焼室4機、出力190メガワットのターボポンプ2機で構成される。ソユーズロケットは追加の制御エンジンを使用して姿勢制御を行うが、 エネルギア用の RD-170 はノズルの方向を振ることで姿勢制御を行う。ゼニットロケット用の派生系 RD-171 もノズルを最大6.3度、試験時は8度まで振ることができる。一段用エンジンとしては珍しく、出力を74%まで下げることができる。RD-253 と同様に、 燃料ポンプを駆動するタービンは4燃焼室内に配置されている。4燃焼室に酸化剤の大部分と少量の燃料を噴射し低温で燃焼させてターボポンプを駆動する。4燃焼室からの排出ガスは主燃焼室へ送られ残りの燃料が噴射される。毎秒 430kg の酸化剤と 160kg の燃料を送るためにターボポンプを駆動したガスは全て主。 燃焼室で使われ、主燃焼室の燃焼圧力は25パに達する。ターボポンプのタービンは1段式、ポンプは2段式である。燃料の一部は燃焼室とノズルの再生冷却に使用される。最初の試験では、25パにも達する主燃焼室の燃焼圧と摂氏400度の高温が制御困難なことで、数々の問題が発生し、開発陣は大いに苦しめられた。 参考までに、スペースシャトルの主エンジンでも、燃焼圧は2ン波であり、RD-253 ではわずか1ン波だった。4機の RD-170 が、エネルギアのブースター用に再設計され、パラシュートが装備された。燃焼室を2機とした派生型の RD-180 は、アトラス3とアトラス V に採用され、燃焼室を1機にした。 RD-191 はアンガラロケットに搭載される。RD-170 と RD-171 エンジンは1975年にエネルギアとゼニットのエンジンとして開発が始まった。従来、ソビエト連邦のロケットエンジンで使用されてきた、毒性のある自己着火性推進剤を止めて、被水力が高く環境負荷の小さい液体酸素と、 ケロシンを使用する液体燃料ロケットエンジンとして開発された。エネルギアでは10回程度の再使用を目指していた。試作されたエンジンは試験台上で20回にわたり再着火試験が行われた。このエンジンは高い信頼性、良好な整備性及び制御特性を兼ね備え、総計900回の試験で燃焼時間は総計10万秒にも達する。 RD-171 は1985年4月にゼニットロケットの一段目として初めて打ち上げられ、1987年と1988年には RD-170 がエネルギアの打ち上げに使用された。1999年からはシーローンチのゼニット 3SL で RD-171 が運用されている。基本となる RD-170-171 エンジンは1976年から1986年にかけて開発が行われ、1992年から1996年にかけて RD-171 の水力増強型が開発された。6機のエンジンで5500秒の燃焼試験が行われ、そのうち1機では1590秒間の 燃焼試験が行われた。水力増強型の RD-171 は2003年から2004年に C ローンチで使用された。2004年3月25日に最初に生産された RD-171 メートルで140秒間の燃焼試験が実施された。105%出力での安定性と1093.6秒間の運転が実証され、 2004年7月5日に認証を取得した RD-100、RD-171 メートルの運用はシーローンチとランドローンチで行われる。いくつかの旧ソビエト連邦及びロシア製ロケットエンジン同様に小型の燃焼室を1台のターボポンプ周辺に配置している。この結果、幅が広く短いロケットエンジンになり、開発が容易になる。 1950年代初頭、グルシコを含むソ連のロケットエンジン開発者の多くは、大型燃焼室の設計において、振動の問題に悩まされた。彼らはこの問題を解決するために、小型の燃焼室を束ねる方法を選んだ。その結果、開発が要因になっただけでなく、1台の燃焼室が故障しても他の燃焼室の燃焼時間を増せば補うことができるようになり、 高い信頼性を得ることができた。旧ソ連ロシアの2段燃焼サイクルエンジンは酸素リッチな2段燃焼サイクルを採用している。還元性雰囲気中で駆動するスペースシャトルや H2 ロケットなどの水素リッチな2段燃焼サイクルに比べてタービンが酸化性雰囲気にさらされることから難易度が高くなるが高出力が得られる。酸素リッチな2段燃焼サイクルは 旧ソ連ロシア以外で実用化された例はない。RD-170 は、現在、生産されていない。しかし、派生が RD-170 の派生型の一つである。RD-171 が現在、ウクライナのゼニットに使用されている。2011年現在において、最も強力な液体燃料、ロケットエンジンである。 RD-170 のノズルは1軸方向に、のみ向きを変えられるが、RD-171 のノズルは2軸に向きを変えられる。RD-172 と RD-173 は、水力を増強した形式であるが、まだ生産されていない。RD-171 の派生型。ロシアが開発中の中型ロケット、ソユーズ5用のエンジン。 将来的には、ウクライナ製ゼニットに使用されている RD-171 を RD-171 メガボルトに置き換える予定。2019年にロスコスモスは映像を公開した1996年に28機、生産され試験された RD-173 はメインターボポンプの容量を拡大したものである。 デジタル制御装置の導入によって単純化が図られ、信頼性が高まり軽量化された。ガス発生器の混合器は、RD-170 や RD-171 のような溶接ではないので、試験後に速やかに交換できる。1995年以降 RD-171 の生産が開始されたが、エネゴマ種では、より強力で近代化された。 RD-170、RD-173 RD の生産を継続している。エネゴマ種はエネルギアの一段目に使用された RD-170 の派生機種である RD-171 を C ローンチへ供給している。詳細は RD-180 を参照 RD-180 はアトラス3とアトラス V で使われているエンジンで、 それ以前のアトラスロケットで使われていた3機のエンジンをこの1機で置き換え、なおかつコストダウンと性能向上を両立させた。ノズルが2個あるので1件2台のエンジンが並べられているように見えるが1ユニットである。このエンジンも同様にロシアの新型のラス M ロケットの1段エンジンに使用される予定になっていた。詳細は RD-191 を参照 RD-191 はアンガラ用に開発中である。RD-151 は RD-191 の水力を170トンに減らしたものである。このエンジンは2009年7月30日に燃焼試験が行われた。2009年8月25日に韓国のラローロケットの一段目として最初の飛行試験が実施された。 ラロー1号ロケットの一段目はアンガラロケットのユニバーサルロケットモジュールを流用したものである。ありがとうございます。